ル準決勝が行われます。大会記録は11秒24、日本記録は11秒21です。準決勝は3組行われ、各組2着までと3着以下、記録の上位2名が決勝に進みます。予選で最も良いタイムで走りましたのは大分の児玉さん。12年ぶりの日本記録更新の期待がかかります。準決勝2組目に出場します。予選2番目のタイムは山口の富島さん。6月の日本選手権で優勝しています。国体でもタイトルを狙います。準決勝3組に出場します。予選日本新記録誕生と接戦が予想されるレース、どうぞご注目ください。2レーン田中清の文化、3レーン木戸勇気福岡、4レーン青山かなえ大阪、5レーン福部真子広島、6レーン清山千里宮崎、7レーン大石さやか岩手、8レーン島田沙恵長崎、9レーン細谷由美埼玉。成年女子 100m 準決勝1組、ただいまのレース、1着青山さん大阪、12秒02、2着福部さん広島、12秒、3着細谷さん埼玉、成年女子 100m 準決勝1組、結果確定です。少年男子 B 出場選手を紹介いたします。2レーン西藤ひな北海道、3レーン岡田優山形、4レーン鶴田レミ鹿児島、5レーン影山咲子千葉、6レーン児玉芽衣大分、7レーン山中ひなみ滋賀、8レーン松林玲香高知、9レーン名倉千秋三重。成年女子 100m 準決勝2組。
様のレースの1着は鶴田さん鹿児島11秒77、3着山中さん滋賀11秒98、今年ドッツ走り高くに優勝は森崎由紀東京1メートル74。優勝者には東京と宇都宮市から記念品が贈られます。プレゼンターは栃木陸上競技協会鈴木義弘副会長でした。大変失礼いたしました。準決勝3組の出場選手を紹介します。2レーン蟹江梨紗子愛知、3レーン花澤さやか福島、4レーン三浦優奈宮城、5レーン高橋飛鳥神奈川、6レーン三浦真中奈良、7レーン君島愛沙山口、8レーン壱岐いちご福井、9レーン岡根若菜京都。青年女子 100m 準決勝3組、三着三浦さん宮城11秒97。